最近トライしてみたこと。最近トライしてみたこと、はい、なんか挑戦したことってありますか？なんか今まではやったことなかったけどっていう。最近ってどれくらいまでのこと言うんですかね。あ、まあまあ半年とか、この、まあ、1年とかでもいいんじゃないですか。あ、私一つ知ってますよ。山口さんが最近あの電子マネー使うようになりましたよね。ああ、そうね。それ使うまでちょっとこっぱずかしいみたいな言ってましたよね。そうね。何が恥ずかしいのか私には全く分かんなかったけど、なんか使うたんびに嬉しそうにしてましたね。そうね。だから、そう、それまでは、はい、なんていうの、現金主義っていうほどのこだわりはないけど、はい、なんか不安なんだよね。あ、その本当にできてんのかみたいな。まあまあ、これはもう、ね、年齢上になればなるほどそうなのかもしれないけど、はい、銀行口座からお金がなくなるわけじゃん。そうですね。それがね、怖かったっすよ。あ、いや、その感覚は私もわかります。あんまりこう、そうね、うん、目に見えてすぐじゃないから。そうそうそう、そう、現物がさ、今ここにこれだけあります、それが減っていきます、はい、なしになりましたは、もうすごくわかりやすいんだけど、うん、そうですね、そういうのとちょっと違うじゃないですか、うん、違いますね。だからね、怖くて、うん、だけど、なんつ、まあ、便利だなっていうのは思ってた、はい、思ってて使ってみたいっていう興味はあったんだけど、はい、あの電車に乗ってた時に、そので電子マネー、その交通系の電子マネーは、はいはい、その使ってたわけですよ。IC カード、ジュース買ったりとかも、はい、うん、だけどそれってその中に入ってる金額だけですみたいな使い方だったんで、うん、はい、そこにチャージしとかないと使えないじゃん、うん、ってことはもうそれはゼロになったらもう買えないっていう感じだから、うん、そうですね、うん、そうそうそう、チャージ式とはまたちょっと感覚が違いますからね。そう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 、だからちょっと怖いなと思ったけど、はい、そうね、今もうめっちゃ使ってるいや、ちょっとこのだから半年1年半年ぐらい、あ、そんぐらいか、そんぐらいか、半年ぐらいの激変だったかなと。まあ、山時やってる中で、うん、まあね、移動中とか時々コンビニストアに行ってこう買い物する時なんかにこう見てると、あ、また電子マネー使ってるってちょっとね、旗から見てましたよ。携帯でね、登録して使えますってなった時に、はい、俺、それ怖いし恥ずかしいから、うんうん、使いたいけど、はい、一人で使えない人だったからライブ終わってから、はい、どうしてもこの電子マネーで買い物をしたいので一緒にコンビニついてきてくださいってケイナさんに言って一緒についてきてもらったんだよね。そうだった、何この人と思ったそれいい大人が買ったんだもんね、最初はね。だ、最初の 1,2 回は多分ケイナさんと一緒に、はい、ついてきてもらった。そのこの電子マネーで払いたいですっていう風に店員さんに言うのがもうドキドキするって言ってて、ね、そう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 、これが言えないんだと。うん、俺さ、もともと一人で出かけるとか買い物をするっていうのができない人間だったわけですよ、うん、なんか怖くて、うんうんうん、で それが徐々にできるようになってきて、でまあ言ってもさ、まあ、ケイナさんはそういう人間だってもうさすがに理解はしてるじゃないですか。そうですね。そう、だからその電子マネーの時にも相談して、うん、またあなたもいや、そんなの別に別って言って買ってくればいいじゃんみたいな感じだけどさ、うん、まあまあまあ、でも結局はついてきてくれて買って、うん、それがもうものの数回やったらもう得意になって、はい俺ケイナさん使ってないのぐらいな。そう、今となっては私はほとんど使わないですけど、うん、生さんはすごくまあ有効活用してますよね。うん、なんならケイナさんにこれ使うとこれが何、そのポイントついてお得だよとかさ、すごい詳しい。うんうんうん、そうね、そうですよ。あー、電子マネー使うようになったわ。ここ最近でトライしてみたことですよね。そうね、山さんとしてトライ、トライだね。そうそう、それこそこの今撮影してるビー玉さんのライブ終わりで、うん、山さんが行ったので、うん、もうこの近所のねコンビニエンスストアでビー玉終わりだって。そうです、そうです、私覚えてますよ。あそこの、あそこのコンビニです歩いて行きました、行きました。そうなんだよあれなんで怖いんだろう。一回さ、あの減ったら勝手にチャージするシステムにしてた時あったよね。してました。500円ぐらいになったら3000円、でもそれが最低額なんですよ、その設定としては。うんうん、それっ
て、なかなかこう知らないうちにやっぱね、ね、あなたなってたんだよね。そう、なんかすごいすごい減ってるってなって、そういうのさ聞かされると怖ってしょうがないね。でも今その頃はもう本当に今よりももっとクレジットカードを使ってなかった時だったから、うん、もう感覚としてはなんで勝手に3000円も下ろしてくれちゃってんのみたいな気持ちがあったんですよ。あ、これチャージだね。チャージとして、はい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 、だけど、まあ、今はもうちょっとその頃よりは IC カードをこうクレジットに戻しても感覚としては大丈夫なのかなとは思うんですが、やっぱりね、こう1000円以下になった時に、そうだ、1000円以下になった時に勝手に3000円こう下ろされるっていうのはちょっとね嫌だったんですよね。なんかその日本人ってお金を稼ぐとか、はい、そのやったことに対してお金をもらうとか、うん、苦手意識が強いというか、はい、要はそのリテラシーが、うん、低いというのかな、うん、なんかとかをちょっと耳にしたりするじゃないですか、はい、だからその感覚となんか通ずるものがあんのかな。なんかね、結構その友達だからタダでやってもらって当たり前みたいな話とかで、特にさ、こう自分たちは歌を歌う人間としてさ、ちょっと何かその人が集まるようなところでその友達がね、うん、歌ってよって言ってきた時に、まあいいよって言って気軽に歌いに行く、はい、まあそれはできるんだけど、その仕事として行って、うん、報酬をもらうっていうことが、うん、その絶対必要かというと絶対ではないけど、はい、でもそこのために予定を空けて、うん、本来稼ぎがある仕事を削ってるとかもあるじゃないですか、はい、実際問題、うん、ね、でその辺とかの折り合いがうまくつかないみたいな話ってやっぱ周りからも聞くし、うん、実際自分たちもそういう、ね、経験もあるし、はい、だからそれと一緒でお金の扱いが根本的に感覚として下手くそなのかなって思ったりする。そうですね、うん、まあ、それは一つあるかもしれないね。なるほど。まあこれはね、私から見た最近山さんがトライした話ですけど、はいはいはい、なんか他にありますか。ちょっと それかちょっと今後挑戦してみたいこととか、今後挑戦してみたいこと、やったことないけどっていう、今後挑戦してみたいこと、でもね、挑戦してみたいことはいっぱいあるんですよ、はい、何でも、まあ要は何でも経験してみたいというか体験してみたいというか、うんうん、だからそうね、だからそのコロナであんまり外出をしない方がいいですよっていう流れになってから、はい、ピアノとかやり始めたし、トライしてますね。そう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 、だからそういうので今しかできないこと、それこそZoom とかだってやってみたし、はい、あ、なるほど。だからなんかそのなんだろうな、やってみたいことはいっぱいある、うん、やってみたいことはいっぱいある。デートしてみたい。いや、やったことがないものの方がいいでしょ。あー、デートはある。まあまあ最近ね、そういうのがないっていう話は、まあプライベートでね、うん、山さんがちょっとね、その辺もともと得意ではないですからね。得意ではないですね、デートね、いいじゃないですか。でも割とそれの繰り返しでいろんなことをやってきた人生だとは思ってるんですよ。これしてみたいっていうのがあって、あってやってみてって、うんうん、あ、でもそうですよね、まあ、だからこそ今があるわけですよね、うんうん、そうなんですよ。だからライブしてみたいとかでライブしてっていうのをやってきてるんで、うん、でその近所じゃない遠くで歌ってみたいとかで、うん、まあ、岩手に行ってみたらっていう話があって、うん、私と知り合ってみたいな、うん、そういうところからつながってるわけですね。そうですね、やってみようという精神ですね、うん、これ結構大事ですから、うん、私たちにとっては、うん、はい、これからも挑戦していってください。はい、はい。